主春が抱えた董卓征伐の旗についてお話しします。191年3月頃、徐英が梁県、現在の中国河南省徐州市にて、孫権の軍を撃破します。結果、李斌と長安が捕獲され、洛陽の筆渓園に連行されました。その後、董卓によって李と長は荷殺されました。孫は十数名の騎兵と共に脱出し、敗走しました。孫は情勢が緊迫してきたので、普段から着用していた赤ずきんを脱ぎ、部下の祖母にかぶせ、水平を引くよう指示しました。水平は祖を孫と勘違いし、続々と追いかけてきました。結果、指示通りに水平を引き離すことに成功し、孫を小道から脱出させました。しかし、その後に孫は包囲されましたが、一計を案じ、墓の前の焼酎に、赤ずきんをかぶせ、自らは草むらの中に伏して動きませんでした。徐の軍は遠くから赤ずきんを見つけ、孫がいると考え、幾重にも包囲し、接近するも焼酎であることに気づくと撤退しました。191年3月頃、孫権が落伍者を集め、大愚楊連、現在の中国山西省、陵市、林県、を占領し、軍の立て直しを行います。孫が大愚楊連に入ったことを聞いた董卓は、孤臣、こちらが大徳号、そして呂布が既得に、この二人を任命し、5000名の補給で、孫の軍を攻撃させました。しかし、孤は傲慢かつ短気で、部下の信頼も薄く、呂との折り合いも悪かったです。子は今こうして軍を進めているが、とどのつまり、政治を帯びる大使を一人切れば静かになるのだと言い、老以下の首相は不快に感じました。子を率いる軍が、陽神城から数十里離れた工場に到着しました。夜の遅い時間であり、疲労が溜まっていたため、休息を取る必要がありましたが、老以下の首相は、子を嫌っており、作戦を成功させたくありませんでした。そこで老たちは、用心上中の敵兵は逃げてしまった。早く追撃しないとチャンスがないと言って、子に出撃させるように誘導しました。子は軍を率いて用心城に到着しましたが、守りが固く、奇襲が成功する見込みはありませんでした。また、兵たちは飢えと喉の渇きにより士気が低下しており、武装を解いて休んでいました。そこで炉は軍の中に、孫が将兵を率いて野獣を仕掛けてくると出番を流し、内部は戦わずして混乱し、兵たちは鎧、馬、鞍を捨てて逃げ出しました。孫はこれに乗じてこの軍を撃破し、唐の長家の都督であった華優を斬首しました。孫はこの戦により名声を上げました。炎日はこの孫の勝利を聞いた人間から、孫が洛陽を占領し勢力を伸ばせば抑えることは難しくなると進言を受け、孫の勢力は大きくなりすぎることを恐れ、食料を送りませんでした。孫は百里余り離れた炉陽に一夜で駆け戻り、私が我が身を投げ出すのは、上は国家のために、下は縁の家紋の仇を報じるためです。それなのにあなたは陰口を信じて私を疑うのですか?と縁を激しく責めました。縁は恥じ入り、すぐに孫に食料を手配し、孫は前線に戻りました。191年、孫権率いる軍が洛陽に攻め入り、函谷関、現在の中国河南省三門峡市、霊峰市にて兵力を分け、守備に当たらせます。191年3月24日、董卓が自らが朝廷に命じ、高禄君とした、千番を稚拙にさせ、自らを大使として配させます。各劉勢諸侯王よりも高い地位であるとしました。191年、董卓が李鶴を孫権に対して講和を求めるための使者に任命し派遣しますが、孫はこれを拒否します。191年4月頃、董卓が漢中、現在の中国陝西省の渭水に入ります。董は朱俊を洛陽に残し、守備に当たらせました。191年5月頃、董卓は長安に入ります。長安城に入城する際、董は故意に御師中将であった高祖法をひざまずいて迎え、知辱の目的を達成するよう命じます。191年5月頃、
主春が三党の諸将と共謀し内容しようとします。主は董卓に襲撃されることを恐れ官職を捨て慶州に逃亡しました。これを受け董は高能、現在の中国河南省の楊毅、を、河南院に、任命し洛陽を守備させました。これを聞いた周は洛陽に進軍し楊は逃亡しました。周は一帯が破壊され守備ができないと判断し、中坊、現在の中国河南省鄭州市に駐屯しました。その後周は義兵を組織し董卓征伐の旗を掲げました。191年5月頃、董卓は主春の挙兵を受け、牛堀鎮圧に当たらせます。牛は、李鶴、郭氏、張生と共に、千賢ですね、を南下し、厨房にて、主を破りました。以上です。